日本維新の会の鈴木宗男参議院議員は昨日維新からの離党届を提出しました先日の動画で取り上げた通り鈴木氏は今月の2日から5日までロシア,にロシアを訪問し、まあ、そこでロシア政府の高官らと面会しましたこのロシア訪問に関しては維新に対して事前に報告するとかそうしたこともせずに訪問していたということで 維新から問題視されていたというのもありますし、さらにロシアのスプートニックというメディアに対して、ロシアの勝利を確信しているなどとウクライナ情勢をめぐって発言し、それに関しても多くの批判を浴びていました。そうしたことを受け、維新は鈴木氏を除名する方向で調整していて、今日、馬場代表と藤田幹事長が鈴木議員と面会したわけですが、そこでも当初はあの除名するっていうことを伝えるあの、鈴木氏に伝えるっていう予定だったんだろうなというふうには思うんですが、まあ、その場で、 この鈴木氏がババフジタ両氏に対して離婚届を提出したということで、まあ、除名の話はなくなったということのようです。で、まあ,あとこのババフジタ鈴木の3人の面会が始まったときに、まあ、当初あの鈴木氏はなんか弁護士を同席させたいということで。 まああの弁護士をちょっと連れてきていたみたいなんですがそれに対してちょっと馬場氏が不快感を示すというか、まあ、弁護士はいないでほしいというような、まあ、そうしたことでちょ,っとちょっとした言い争いみたいになっているっていう場面もあって途中で弁護士は退席したようなんですがそのようなこともあったようですでこの面会が行われた後、藤田幹事長は会見を行い、まあ、その場で党紀委員会では除名相当というふうに鈴木氏に関して決定がなされていたものの 決定がなされていて常任役員会でもこの除名の決裁を進めていたのですがその除名という判断を伝える前に鈴木氏から離党届が提出されてそれを受理したということだったということを藤田幹事長は説明しました藤田さんはこの鈴木氏を除名するっていう判断に至った理由に関して 次のように説明しています。政治家として戦争当事国であるロシアに行かれるということの価値判断というのは大変難しいし、行くという行為について処分自由にするということは大変難しいとは私は何度も申し上げてきました。ただし、その発言内容については、それは我々の党方針から著しく逸脱する場合については、検討の余地があると、こういう整理をさせていただいていました。行動にも出てますように、スプートニクの報道、あれが切り取りしたんじゃないかという鈴木宗男さんのご主張もありましたけど、 いろいろヒアリングしたり、その背景を把握しましたが、それは処分理由としては、私はどうかなというのがそもそも発言や、パイプを持っていることから来る政治家としての信念に基づく行為について、そのままイコールで処分自由にするというのは大変難しいという見解を、私も何度も申し上げてきたところであります。ただし、それについて党の方針と著しく外れるという役員の皆さん、各位からのご意見はありましたし、それがそうなった可能性もあります。ただし、一番問題だったところは、ご本人は5月の時点でも、 バ,ババ代表から延期してほしいというお話もあった背景の中で、ご本人が我々に、特にババ代表に一言も相談もなく行かれたということや、事務的な手続きの瑕疵というのは、多度の会議を欠席する、または届けを出さないというのと重さが違いますから、結果の重大性を鑑みて、 事務的なミスで許されるものではないというのが、これは誰が見ても明らかだと思いますので、そういうことも踏まえて、この党のガバナンスに逸脱する行為であるということについては、責めを受けるべきであるというふうに説明していて、要するにその、この除名という判断をした主たる理由というのは、まあ、その届けを出さずに、党や馬場代表に対して無断でロシアを訪問したということで、 まあその発言っていうかそのスプートニクに対してロシアの勝利を確信しているとか、まあ、そうしたことを問題視して除名したわけではないと、まあ、そ,そういうことを理由にその処分すべきっていう意見もあったっていうふうに言っていますが、まあ、結局最終的なあの除名っていうことに関しては主,主な理由っていうのが届けを出さなかったっていうことのようですただあの結局先ほども言ったように最終的にはその除名という処分はあのなされず、まあ、離党届が提出されたことで まそれでで決着したとといううことのようですで同時にこの鈴木,鈴木宗男氏も、えー、この藤田馬場両氏との会談が終わった後に会見を開いていて、まあ、その中で鈴木氏は離党届を提出した理由について対路外交においては乖離がありすぎたと、まあ、維新と対路外交の考えについてかなり違いがあったということを理由として挙げています。であとまあこの中でその鈴木氏は そのまあふさっきさきって言うように、藤田さんは除名をしたっていうか、除名する方向でやっていたっていうことを言っているわけですが、鈴木氏は除名はない、除名を決めたっていうのは作り話というふうに、この会見の中で発言していて、明らかにそのこれは藤田さんの言っていることに矛盾しているっていうか、その矛盾しているっていうか、多分その除名っていうことを伝えられる前に、その離党届を提出したっていうことから、ちゃんと藤田さんから伝わってなかったっていうのもあると思いますが、やはりまあ除名っていうのは、 維新側からきちんと出てますので、まあ、除名する方向だったけど離党届が提出されて、まあ、その話がなくなったっていうのが真相のようですこの中でもそのスプートニックで発言したその内容についてはその同じことを日本でも、まあ、ブログとかでも講演会でもいろいろ言ってきたっていうことを言っているんですが、まあ、確かにそれであのさっきさっきというか鈴木さんのブログをちょっと見てみたんですが、まあ、この中ではその 停戦っていうことを、まあ、主にそのウクライナもロシアも銃を置けっていうような、まあそういう、そのウクライナ情勢に関して停戦を主張するっていうことは確かに何度もやっているみたいなんですが、まああとウクライナの劣勢を伝えるっていうのも、まあいく、何度かやっているのも、あの、見ましたけど、ただ、そのスプートニックで言った、この、ロシアの勝利、ロシアがウクライナに対して屈することがなく、ここは何の懸念もなく100%確信を持って、私はロシアの未来、ロシアの明日を私は信じており、理解をしているっていう、 国はそそこここまでででで踏み込んで、まあ、これをそそうししたことをかかもロシアで言ってるわけですからねこれ日本で言うっていうのもまあかなりその発言そのものが問題だと思いますから問題あると思うんですけど、まあ、ロシアに行ってまでそのわざわざ言うっていうのはそのロシアっていうのは当然そのウクライナに対して侵略をやっているわけですから、まあ、そうした国にわざわざ行って、まあ、そのロその侵略側の言い分を補強するようなことを言えば当然問題視されるのは当然ですしやはりその和平ですとか停戦っていうのを停戦とかまああの ウクライナが劣勢であるっていう見立てを日本で言うっていうこととはかなりその次元が違うことってあると思いますのでそれがその強く批判されるっていうのは当然残ったと思いますしその一般的な停戦論とかウクライナが劣勢であるっていうような見立てとそのロシアのプロパガンダを思い切り補強するっていうことはまあ かなりそのの次元の違う、まあ、私はどちらの立場でも立ち,立ちませんけど、そのかなり次元の違うことだと思いますので、まあ、今回の件に関してかなり批判されているっていうのは、まあ、そういうことがあると思いますので、まあ、別にな何ら不当なあの反応があるっていうふうには思いません。であとこのの会見の中で えー、鈴木氏は2013年にアントニオ猪木さんが、まあ、当時参議院議員でしたが、まあ、あの先ほど先ほどじゃないあの先日お亡くなりになった方ですか猪木さんっていうのは、まあ、猪木さんが北朝鮮を当時あの国会の許可とかも得ずに訪問した際に、まあ、その時あの猪木さんは維新に所属していたわけですがその時は党員資格停止50日だったっていうことさら、まあ、にその維新っていうのはこの猪木さんに対する参議院の、えー、党員停止にも反対していたっていうことをまあ挙げて、まあ、そ,そうしたあの ことをそうしたその鈴木さんみたいにそのえ海外に許可を得ずに渡航したっていう際に除名っていうような処分まではいかずに党院停止とかそうしたあの処分にとどまっていたにもかかわらずまあそ,のそれに比べてはるかに重い除名とかいう話が今回はそのマスコミなどで飛び交っていたっていうことをまあなんか,かなりおかしいというふうに言っていたんですが確かにその藤田さんは今回もそのなんか届け出をしなかったことのみを理由に処分するっていうことで 除名っていうことを言ったっていうので、まあ、そ,れそれを見ると、まあ、あの鈴木氏の言い分も全くわからないではないんですけどただやっぱりそのロシアと北朝鮮っていうのはあの違いますし、まあ、確かに当時も北朝鮮っていうのはあのミサイルとかバンバン発射してましたしあと拉致問題っていうふうにね日本人をその何の罪もない日本人の,あの子供とかを拉致しているような。あの まあ、ろくでもない政府がいるところですから、北朝鮮っていうのもかなり問題があるとは思うんですが、まあただ、その現在進行形で、その侵略とか、人類に対する犯罪行為みたいなことはしてなかったですし、まあ、対してロシアっていうのは現在進行形で、あのウクライナを侵略して、そのまあ子供、子供を拉致したり、女性を性的暴行したり、多くの人を殺したりっていう、まあ、そういうあのろくでもないことをやっているわけですから、まあ、かなりそこのロシアと北朝鮮の違いっていうのは無視できることではないと思いますし。 まあ,あとさらに鈴木氏に関して言えばウクライナ侵略をまあ半ば肯定するような発言までありましたからまあそうしたことも含めてあの処分するっていうふうに意思もちゃんと言えばよかったとは思うんですが猪木さんの事例と今回の事例を同列に並べるっていうのはちょっと違うんじゃないのかなっていうふうには思いましたただあとまあこの件に関してちょっと思うのはやはり政党がその所属の議員とか政党あの議員とか党員に対してまあどこまでその発言の自由をまあ認めるべきかっていうのはまあかなり難しいというか議論の分かれる 問題だと思っていてい、まあ、当然その差別発言ですとか、まあ、ハラスメントやったとか、まあ、そうしたあの人間に関してはもうかなりもう厳しく対処するっていうのがもう当然残ったと思うんですけど、まあ、ただそ,それ以外の,そのまあ意見の相違とかそうしたあの問題に関してはまあそ,のそれぞれの政党が規約に基づいて自由に対処するべき問題だとは思うんですけどとはいえそのまあ少し前に話題になっていたまあ共産党が松竹信樹さんを除名した件とか そう,そういうのはかなりあの、まあ、規約っていう、共産党の規約っていうのに照らしても、やはり、まあ、不当っていうか、処分すべきっていう考えがあり得るとしても、やはり除名っていうのは明らかにやりすぎだと思いますし、共産党ももうちょっと柔軟に対応できなかったのかなっていうふうには思うんですが、ただ逆にその、えー、維新は、まあ、少し前にこれも取り上げましたが、あの梅村光子議員が、まあ、あの入管で亡くなったウィシュマさんの、えー、ことを侮辱するような発言を国会で連発したときに、 まあそれに対してまあ維新もさすがに放置はしてなくて党員資格停止6ヶ月っていうふうになったんですけどやはりそそのあの件っていうのはかなりその具体的にウィシマさんの遺族とかも傷ついているわけですから具体的な被害者がいるっていう点でやはり鈴木宗夫氏の行為よりもある意味問題だと思うんですが、まあ、そうした意味でその梅村さんは党、え、員、ー、資格停止だけで鈴木さんは、えー、除名まで、まあ、やる寸前まで行ったっていうのはやはりその。 なんというかそのあんまり公平性に欠けるというかその価値観がなんか歪んでいるというふうに私は思いますしとはいえその鈴木さんに関しても処分は必要だと思,思いますしやはり、まあ、あのウクライナ侵略っていうのはその明確な国際法違反で、まあ、国連憲章を踏みにじる暴挙ですし、まあ、先ほど言ったようにその人権っていうのをあの思い切り踏みにじっているわけですから。 まあそうしたものを美化するっていうのもまあ差別発言ほどとまでは言いませんけど差別発言とかハラスメントみたいな具体的な被害者がいるようなものではないので、まあ、ちょっと質としてちょっと違う部分もありますし、まあ、あの複雑な部分もあるとは思いますがとはいえやはりかなり問題のある発言だと思いますので。 そうしたことも含めてね、やっぱりあの処分っていうのは一定程度必要だったと思うんですが、それではなくって、まああの、無届けっていう点だけで、まあ、点だけっていうことでもないとは思いますが、そういうあの、それに関して処分すべきっていう意見を言った人がいて、まあ、それも一定あの影響してないこともないかもしれないみたいなことをさっき藤田さんも言ってたと思うので、まあ、ただ、やはりそ,れそ,れその点に関しては、あの付随する理由というか、あまり主たる理由ではないっていうのは、ちょっとどうなのかなっていうふうには思いますし、 まあやはりそ,あのそうしたことも含めてその除名っていうふうにやった方がまあ良かったんじゃないのかなというふうには個人的には思いますで。あともう一つこの鈴木氏がこの会見で言っていたことでちょっと特筆すべきっていうか気になったのは安倍晋三元総理とその安倍さんがあの総理時代にまあかなり何,だ何度か相談してまあ月1回くらいあの話してたっていうふうに言っていて、まあ、そうしたその鈴木氏の安倍さんとの意見,交換意見交換とかを通じて鈴木さんの考えっていうのが安倍さんのその路外交に行って。 あの考えが生かされてきたとか、まあ、鈴木さんの意向が入っているっていうようなことを言っていたんですよね。まあ、これはまあ別に不思議でも何でもなくて以前もなんかプライムニュースとかでも同じようなことを言っていたようなんですが、まあ、そうしたことによって、ねそのまあ、安倍政権時代の対ロ外交ってかなりひどかったですからやはりまあそうしたことでその北方領土交渉っていうのもまあ二島変換に後退し,しちゃったっていうのもありますし,し、まあ、さらに以前はあの日本固有の領土っていうふうにあの北方領土のことを言っていたわけですが、まあ、そ,その,あの文言を あのはっきりと言うっていうのも安倍さんはあのできなくなっ,ちゃなっちゃいましたし、まあ、さらにあの経済協力、まあ、石油とかそういう分野で、まあ、あの不要な経済協力っていうのをロシアとやっちゃったっていうのはクリミア半島への侵略以後もそうした経済協力を安倍さんは進めてましたから、まあ、そうしたその独裁国家であり他国を侵略するようなろくでもない政府が統治しているロシアという国家と、まあ、そうした経済協力を結んでしまったっていうのは。 明らかなあの誤りだったと思いいますしそういうのも、ね、やはりそのプーチンを突き上がらせて、まあ、ウクライナ侵略を間接的にあの支えてしまったっていう面もなくはないと思いますので、まあ、かなりその安倍政権時代のロシア外交っていうのは問題あったと思いますしそれに鈴木氏があの関わっていたっていうのは全く驚かないことであるなというふうには思いましたでまあ私はあのかねてからまあ動画でも何度も維新も批判してますし、まあ、維新はもうほ全く支持してないので別にまあこの件に関してもまあ はっきり言ってどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、まあ、ただ、日本の国会議員がロシア,をロシアの,そのウクライナ侵略をその間接的にまあ肯定するようなことを言うっていうのは、かなりあの日本の一国民として許せないことなので、まあ、批判はしますけど、ただ、別にあの維新は支持してないので、まあ、この政党の内部でどう処分するかっていうのは、究極的には別にあのど,うでもいいどうでもいいっていうか、不、ま、付、あ、きにすればいいんじゃないのっていうふうにはまあ思ってるんですけど、まあ、こ,このあと、鈴木氏っていうのは、 あの比例区で当選したわけなんですけど、まあ、辞職とかせずに、まあ、無所属で議員活動を続けるっていうふうにしているんですよね。でまあ,あのこれに関して、まあ、その比例区であの当選したんだから、まあ、当然比例区っていうのはその政党 のあの名前を書いた人の票もあの含めて、そうした票の支えがあってまあ当選している人たちですから、そうしたあのことからその比例であの当選している以上、辞職した方がいいんじゃないかみたいな質問も記者会見では出たんですが、そういうことに関しては、22万票を自分はまあ獲得しているんだから、その民意をきちんと背負って仕事をしていくみたいなことを言っていたんですが、それ、木っていうのは2019年の参院選でえ当選してまあ25年まで。 人気があるわけですが、19年の参院選で維新っていうのはまあ400万票政党名のあの票を獲得しているんですよね。ですから、その400票の維新っていうあのことを書いたあの有権者にも支えられて当選しているわけですから。まあ、その20番22万票だけではないんですから、やはりそうした。その維新っていう政党名を書いた人は当然維新のあの議員を出し、あの成長したかったわけですから。まあ、その維新から離党するっていうことは？ やはり、まあ、除名とかならね、その自分の意思で離れたんじゃないんですから、まあ、辞職するかしないかっていうのは議論分かれるところだと思いますけど、明らかにその自分の意思で離党したんですから、やはり議員辞職するっていうのが筋だと思いますし、やはり、あの、まあ、この件に関してあのちょっと似てるなって思ったのは、あの立憲民主党、以前立憲民主党にいた本田平カして、まあ、あの人は、性行動員年齢に関して不適切な発言とかをして、 あの件に関しては本田さんにも問題あったと思いますし立憲の対応にもかなり問題あったと思うんですけどそれで結局いろいろあってまあ最終的にはその処分がなされる寸前で本田さんがまあ離党するっていうまあ今回の構図と少し似ているっていう部分もあると思うんですけどまあそういうことで本田さんは離党してで本田さんも比例区選手でしたからまあ彼はあのきちんと筋を通して辞職したということでまあ最,後最後ぐらいはきちんと責任を通したっていうのは あの、あると思うんですけど、やはり鈴木氏もね、あの、きちんと問題を起こして、その除、除名寸前まで一定離党するっていうことになったんですから、まあ、きちんと議員辞職をして、まあ、自らの責任を果たすということが、まあ、責任のある行動だと思いますので、まあ、そうしていただきたいなというふうに思います。この動画は以上となります。高評価、チャンネル登録もしていただけると大変ありがたいです。ご視聴ありがとうございました。